居酒屋リード、うん、まだやるんかいそれ。遅かったな、ちょっとツッコミ今ちょっと自分のちょっと待ってたよ、ね、自分のインスタ始めたいだね。映っとる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 、入り込んでる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 、もう入り込んでる、引きにしたら思いっきり入っとる。ちょっと今初回放送なのでご説明をさせていただきました。初回です。これちょっと番組の冒頭で申し訳ございません、いろんなものが映り込んでおりますが僕らには見えてないんですけど、トレゴエアズレ FM の局長でございます。局長でございます。はい、なんか今度あの終わりにもね、そうですね、放送、あ、終わりなの、名古屋の、はい、名古屋の終わりに、はいはい、大須観音駅、いや、大須観音、もう完全にささ映ってないかんね、めちゃ映ってる大須観音です。局長、本当に今週行くの大須観音です。あら、もう運命ですね。もう本当に大須の冠番組おめでとうございます。俺なんで名古屋通ってラジオでとかなあかんねん、そんないいとこですよ。でも大須観音 ねあの周り、ね、本当にいい店もいっぱいあります。でもなんかあれですよね、あのあ見たらあずぱんちゃんのね、なんかキャラクターも終わりバージョンに、そうなんです、信長バージョン、あずぱん信長バージョン、シャチホコは入ってるんですね。あれ信長バージョンなんですね。信長なんですね、終わりだから。あ、なるほどなるほどなるほど、名古屋といえばね、信長なのかな、うん、なのかなとかなのかな、まあまあ、あの界隈は三河の地域はね、もう武将だらけですからね。武将だらけです。徳川家康もそうですし、はい、いやいやいや、道もう当たれへん、もう当たれへん、興味は当たれへん。ああでもね、番組を見てる方でまさかですけど、名古屋の方でラジオ番組を持ちたいという方が、ね、既得な方がいらっしゃったら、はい、ぜひ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 、はい、私まで、俺も、そうですね、はい、番組のツイッターからでもいいんですかね、こちらから、あ、はい、ツイッターからでもいいんですね、はい、はい、アットマークアズパン FM、はい、よかったら局長 のインスタもフォローしてあげてください。いや今日、はい、俺がかぶってるかぶってる、あれですね、局長はじめましてですけど、すごいイケメンです、はい、ありがとうございました。マスクちょっと外していただけたら、はい、はい、イケメンです。独身なので、はい、ぜひ花嫁募集中です。はい、彼女募集中です。本当に募集中か、いや、夜中2時間ぐらいだけしか会えないですけど、それでよければあと仕事してます。はい、年中無休です。はい、年中無休でやってますね。椅子入ってきたけど、椅子入ってきたもはや椅子も入って、あの見切れてるのはどうしたらいいのこれ、見切れてるけどね、まあ、そのままあ、こうやって映ったらできるんや、なるほどなるほど、動画流しながらやってみたいな本当に同じ映像 YouTube をYouTube を流しながらコメントしてるみたいな感じ。なんかあれじゃないですか、終わりのあの FM のなんか、はい、インスタとかもポンってなんか出せたら出しちゃえばいいんじゃないですか、うん、なんか私別アカウントになるんですか。チラッと見たんですけど、そうなんですよ、出来立てほやほやの鳥越アカウントではなく、うん、ですです、あ、別な終わりのアカウントがあるんですね。はい、とはいえね、うちはフランチャイズで全国展開なので、はい、FC なの、すごい、だからオーナーは、終わりのオーナーは別にいて、で、うちの高橋も、はい、なんていうの、オーナー、代表オーナーみたいな、はい、代表するオーナーで、っていう感じ。私も局長、あ、本当だ、全然違う、そう、こんな感じです、すごい、へぇ、内装もね、この写真よりも完成してますんで、ええー、なんかこのインスタを見てた時に、まあ、我々も今内装をやりつつあるんですけど、ああ、なんかちょっとね、ギャップを感じたというかね、やっぱ自分たちで今やってるじゃないですか、うん、だから素人感がすごい出てるんですけど、やっぱプロの方の内装違うなっていうね、やってみないとね、わからないですよね。リエル姉さん出てきたし、はい、そうなんです。いつオープン、11月の7日、あ、もうあと 2ヶ月もないか、ないですね、1ヶ月ちょいやね、はい、こっから私はもうどんどんね、目がバキバキになっていってる、名古屋と行き来すんの、狂気のサタラでキープルーで、これ16日にプロレス大会やって、あー、そうやそうやそうや、言うてたね、には終わり開業させて、うん、12月30日ぐらいには死ぬんじゃないかと、前やでまあでもあれでしょ、来年迎えられるか、また年明けやるんでしょ、うん、だから終わりでやるんちゃいますかね、僕終わりで、なるほど、うん、こっちとつないで、うん、高橋も僕も名古屋で、まあ、こう鈴木とかがこっちをやるってことですか、まあ面白かったらあれぶっ続けでやったんですっけ、去年ぶっ続けで31日から、一応3時ぐらいに終わって、はい、5時ぐらいには準備し始める、じゃあもう家帰られへんね、わかんないですよね、
うーわーきつちょっとキレ気味だったよね今。俺は別に悪いことしてないもん。悪いもんか意地でも帰らんぞ。おだって完全に家よりここにいる時間の方が長いよね多分局長なんかはね。家賃返してくれやって話です。おやお工業者不良くれやいやいやもうシュラフかなんか持ってきといた方が早いんちゃうっていうぐらい。何ですか、ね、あ 寝袋ね寝袋とかね、はい、なんでおしゃれに言うといやねえ今ちょっとなんかちょっとなんか上からだったよね誰も見せなかったけどなんか野中さんだけなんかちょっとおしゃれっぽさがねえおしゃれじゃないやろキャンプに取るぜいやいやいや最近は言ってないけどいやそうやでもほんまに体気ぃつけないと局長もねそうですよね本当に体弱いねんから体弱いやいやお前もなって言うといて俺は意外とねあの体弱そうで強かったんですよ、うん、強かったんですけどダメでしたねここ最近ねちょっとぶち壊れてたね若干2ヶ月前ぐらい顔色も悪かったし良かったですよ人間じゃなかったもんねその間人間じゃなかったって、うん、それは言い過ぎやろなんぼなんでもでもあれはあの鬼滅の刃に出てくる鬼みたいな顔してたねああ鬼仏寺みたいな感じだった、ね、そうそう実写版鬼仏寺みたいなあのちょっとずつ人間に戻っていくと血色が戻っていくから鬼滅だけ全然乗って入られへんけどなあそうだアニメ見ない人だったアニメ映画全然見ないからね、うん、もう初回30分で飽きちゃうからねそうプロレスも見ないんだけどそうなんだよ見よねプロレスはじゃあ宣伝させてください、はい、プロレスであの10月16日、はい、アズーリ FM 主催のプロレス大会で新木場え新木場ですね新木場ですはい新木場会場で、はい、現在まあちょっと局長とお話を進めさせていただいてるんですが、はいはい居酒屋リンがプチ復活ですね、ねあのキッチンカーに、ね、1日限り販売させていただくことになったので、はい、皆さんぜひぜひそちら来てくださいキッチンカーは何メニューはまだ練ってます練ってます、ね、今ちょっとねあの局長とも話し合ってる最中でまあちょっと素晴らしいメニューができるんじゃないかともしかしたらあのランゴ兄さんがもしかしたらランゴ兄さんなのかもしかしたらバーベキューなのかバーベキューなのかもしかしたらシシックなのかシシックなのかなんちゃってカレーなのかもしれないですねなんちゃってまあまあまあそれはそれで、はい、まあまあねそれを食べてプロレスで熱くなっていただくっていう、まあ、居酒屋リンとあのアズーリ FM の、うん、あのコラボ、コラボでの商品もぜひぜひ開発中なので、うん、皆さん食べに見に来てください、うん、よっ12月の16っていう10月16です10月ですね10月の16です全然ちゃうやないか12月と10月10月16日です、ね、局長そこだけはちゃんとしておいてください、はいはい、危ない責任転嫁やあのもう一件もう一件ちょっと宣伝させてもらっていいですか、はい、もう一件、はい、名古屋の開局日ですかね、はい、11月の7日でした、はい、結構バンバン言っちゃっていいけど、はい、大丈夫、はい、言っちゃった方が結構するかなあ、まあね、あそうだね、はい、11月の7日居酒屋リンのハロハロチャンネル、はい、なんと、はい、名古屋に応援に行くので、はい、皆さんそちらの放送もよかったら楽しみによっ見てくださいそれはまだ時間枠は出てないね時間枠は今ちょっと局長次第のところですね。なるほど、あの名古屋のねその枠の状況にもあそうですよ ね、 あの名古屋側の局長の、はいスケジュール組もあるかなっていうのであ、はいはいはいまあ、決まり次第ちょっと発表はさせていただくのでなるほどぜひぜひ皆さんもそちらの方を見てくださいなるほど居酒屋リンのハロハロチャンネルで行くんですかはいもちろんです、はい、なんかそこだけはしっかり言うかな番組名このまんまですよあら前回ね放送させていただいたんですけど、うん、居酒屋リンはあの終わったわけじゃなくて本当に不滅なんで不滅、はいうん、で不滅ですあそう泣きながら言いたいぐらいなんですけどいやじゃあ普通の女の子には戻らないわけですねここではねいや逆ですねあの我々のことを嫌いになっても居酒屋リンは嫌いにならないでください居酒屋リンは嫌いになっちゃダメどのアイドルの最終の言葉でもええからそこまあでもあのなんでいっぱい出てんねん居酒屋リンのインスタでもちょっと発表させてもらったんですけど、はい、年内居酒屋リンの本店の復活日が、はいあの発表あるのでそちらも年内に発表がありますあ年内には発表同じ場所ではないですけども、うん、あの一応本店は浅草橋本店なので浅草橋で、うん、探してるとあの再開がちょっと生あります、うん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 、のでもう一回行くなんで途中でやめるのなんで途中帰るのっていうところですね、はい
まあ番組に関してはずっと居酒屋でいいんですよね。はいはい、はい、番組も絵は絶対買えないということですね。そうですね、なんかね、不動居酒屋にしとかないとちょっとカチカチしなきゃいけなくなるかもしれないじゃない。カチカチ、はい、ちょっと緩くやりたいなるほど、あ、カチカチ、そういうことね、はい、カチカチっとね、ちょっと緩くやりたいから居酒屋でいいかな。居酒屋リンの意味って何なの。ゆるキャラが行うみたいな、うん、ゆるキャラ同士のみたいな、ちょっとあの、まあ、だるまがキャラクターでもありながらもね、ね、はい、もうまんまるで、はい、行こうかな、ゆるくまんまるに平和で、ごめんなさい、うちはハロハロチャンネルがゆるいから、うん、はい、何着ても大丈夫な。いや、ゆる頭は関係ない、ゆるくかけるゆるくで、うん、はい、ゆるゆるでゆるゆるで行きたいなと思っております。っていうところで名古屋行くんですね、その日11月の7日、はい、まあ、野中さんがその辺にまたその日落ちてたら拾っていくんで、今週で名古屋せっかく出張なんで、いやいや、野中さんにそっくりなおじさん拾って、拾っていく可能性があります。その辺のおじさんスペシャル、野中さんレベルに喋れるかどうか分かんない、ね、その商店街いっぱい落ちてんで、おじさん。あ、そうなの。朝9時頃行ってごらんなさい、自動販売機がくるっと回りあって、公園みたいに真ん中になってる、はい、商店街の真ん中あるんですけど、そこ大体おじさんいてますんで、もう、あ、もう、じゃあ名古屋のおじさんの方々、我々、はい、大須商店街のところに集まっておいてください。我々の好きそうなおじさんいます？います、います。あ、じゃあもう特徴はお二人が好きそうなおじさんの特徴、特徴さっき言うとかないと、募集しましょう、うん、ですね、まず緑の帽子をかけて、ね、俺やないかい、はい、丸メガネ、丸めのメガネと顎ひげ、俺やそれ、それで顎ひげだけ白い、俺やそれちょっと俺やもうちょっと聞いて食べといた方がよかったね、分かったよ、すまんすまん、今日はぜひ皆さん、鳥小屋で FM の視聴のとこから見た方が楽しいかもしれないです。ワイプにずっと映ってますので、局長も、はい、僕のインスタから見てるとちょっと全部が見れないんで、僕でもずっとね、多分映ってる気がする。一番でかいんじゃない、局長が。局長メインみたいになってる、ずっと被ってると思うけど、被、うん、ってる、被ってる、うん、被ってる。でもちゃんと4人映ってる、そっちのインスタ、うん、はい、なかなか面白い映像ですよね。面白い映像、このワイプ初めて。まずい、たまに、ええ、やっぱ再放送、昔の、あ、セオゼロ、昔のアーカイブを本番中に流してくださいという方結構いらっしゃるんですよ。はいはい。振り返りとかで、はい。もうね、カオスです。もうどっちが今やってるか絶対分からへんくなる。これを本当にこういう形で映してた番組もいっぱいあったんだ。うん、そうそうそう、ここでかい方の画面に過去のアーカイブ流しながら、はい、右下にいや前回出た回振り返りましょうとか1年前の、うん、やるともうメンバーも一緒やし、うん、怖っ。で、さらにそのアーチ、さらに今突っ込むとこだったよね、うん、早かった。いやいや、今の速さ良かった、今のは早くていいんだよ、うん、お耳があ、そう、それも面白いね、その何年かやった後に元々のやつを振り返ってやるなんて。第1回の2人の、あ、うちらもやばいよね、絶対 見れない、恥ずかしくて見れない。けどな、第1回の方笹とか髪の毛もう10倍ぐらい長いんじゃない。そう、ね、2人ともすっげえ長かったんじゃない。10倍っていう表現あんまり髪の毛の長さ倍率では言えんけどな。いや、でも10倍ぐらいだよな。お尻ぐらいもだったもんね。これも10はやばい、やばいやばいやばいねえ、そんなにさ、なんかそんななんかめっちゃ精密に測る。いや怖いんだけど、逆に倍率で言うのがなかなかない。あ、そう、倍はない、倍はない。倍率で言ったから測っちゃうじゃん。あ、なるほどね。10言われたらね、うん、あ、どんから何かとりあえず一回測っとかなあかんみたいな。病気や。どっちが病気なの。今度やろうよ、その過去のアーカイブをちょっと。しかもアーカイブで、うん、アーカイブの中でワイプ出たりするんですよ。あ、なるほど。あ、なるほどね。もうね、たまにオフィスでパッて見てたら、おもろいなこの放送と思って、どれが何、どれが今で全員同じ声やし。あー、確かに確かに、そんな変わることもないからね。あー、あ、やばいじゃん。第1回じゃないこれ。顔やば、顔やば。え、俺どっち。右じゃない、右じゃない。どちらかといえば右じゃない、うん、
なんかちょっと確かに全然違う、全然10倍は言い過ぎだけど、ああそれに近いぐらいの、髪の毛めっちゃ長いでしょ、ササ。ほんまや、私変わんないね、あんまり。ほんまやね、うん、顔変わってない。1回切って伸ばしたまま今。あ、そう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 。あ、なるほどなるほど、ね、顔変わってない。しないで、しないで。誰の誰の、これ何年前ぐらいだっけ。あ、かわいこぶってる、かわいこぶってる。おはようございます、あなただけ。やばー、恥ずかしい。無理だ無理。ハロチャンネル始まるよ。体のよくわからない。かゆくなってきた。やろうって言ってた。あ、そう言ってないの。自分の放送とか見ないよ。ひどい人だね。何も見れないよ、ササ。嘘、大事なの。大事なのね。先週からすごい、あのこれあれですよ、虫も殺せない時代ですよ。今日ね、ギリギリになっちゃってね。マジで虫も殺せないぐらい優しそうな顔してるじゃないですか。いや優しいかどうかちょっと画面越しで伝えこないけど。あ、でもあれだね、やっぱちょっと緊張してるのかわかんないけど、声の張りがないね。来なかったから、来なかったね。嬉しいなって思います。思います。いやー、さて、もうやめようよ。今日何日、これ10月ぐらいですよね、確か。いやいや、3月よ。あ、でね、初日だったんですよ、確か。じゃあトレイルフレッシュからお願いします。え、一発目でしょ。21年のトレイルフレッシュ。3月21日すごい話があって、ハーリートレイルフレッシュお願いします。ねえ、なんで笑ってるの。こう喋らないといけなかったんだ。あー、なぜあれになっていたかが7不思議で。なになに、怖い。トレイルフレッシュいきますよ、皆さん。いいですか、お願いします。はい、今日も入り口。いやー、でもこれ1年ちょい前の話ってこと。今ので1年ちょいでしょ。え、いや、ちゃうやん。1年半前ぐらい。1年半は21年の3月。そうだよ、10月でだって2年でしょ。なものね。1年半ぐらいですね。だから3月、ってことはうちのお店がオープンして2月、半年後ぐらいですよ。半年後ぐらい。うん。え、あれあるんですか、あの一番最初の配信って。普通に。え、多分ね、開局の日だよ。開局の次の日かな。開局の日やったと思う。へぇー。確か。そう、だから初日、あの、鳥小屋ズリヘムさんも初日だったと思うんだよね、確か。あれで、終わりも出たら終わりも初日。初日にで、あ、全部出てるってことだ。全国、絶対初日出なあかんくなる。なんか大阪もでもちょっと考えてあるんでしょ、鳥越さん。その分あれです、鳥越さん。人の名前みたいになっちゃった。鳥越さん。鳥越俊太郎で。今どこにさんつけていいか分からへんかって今。鳥越につけてもうた。鳥越さんが僕反応しない。神社に声かけたみたいな。10月10日開局。あ、開局10月10日ですか。どうか。あ、じゃあ初日ですね。あ、だからあれじゃないですか、あの最初に出てくるあれの時の顔だよね。そう、うちらのあれも違うんだよね、 T シャツもね。あ、本当だ。そう、途中で変えてるから。あ、本当だわ、ユニフォーム変わったからね。すごいな、なんか機材とか何も変わってる。なんでこんなに映像とかちゃうね。すごいね、やっぱ上から撮ってるよね、なんか。ほんまやほんまや。あと斜めからですもんね。浅草橋の方から鳥越まで、このさ、車でね、このラインがさ、うん、僕の会社用スマホで、まあ、見たらプライベートよりもほぼこっちしか使ってないんですけど、うん、その ID なんですよ。だから知らない人から「どうも」とか「チェス」とか山ほど来て「何々何?」と思ってたけど、何々どっから漏れてんのって思ったら、生放送でバンバン流れてずっと流れてたんや。なるほどね、なるほど。懐かしのトレイルフレッシュがあるね。懐かしくないか。トレイルフレッシュここに貼ってあるじゃない、その通り。初日からみたいな感じで、毎回トレイルフレッシュ。なんで初日のよりさっきの方が緊張してたんだろうか。確かに。左側窓なんだけど、窓からキューンとして一回目やから気合入ってたんちゃう。多分寝てないもんこの日。あ、そう。いや、ちょっとね、あの初めてのラジオ放送って言って、わざわざお家に本橋の方なんですよ。はいはい。なんですけど、でお店が浅草橋にあって、わざわざ浅草橋の店のすぐ近くにホテル取って、あ、そうそう。一晩中何話そうって言って練ったんですよ。練ったんですけど、何も話してない。何もまとまらずこの状態です。だから一応ノート開いてるもんね。一応ノートに書いたんよ。なんか話さない。ノートなんて最初の2回ぐらいでどっか行っちゃった。
よね。どっか行っちゃった。そうだろうね。あ、台本書いてたもんね。ほら見てるし。本当だ。なんだっけなんだっけって言ってた。ういういしい感じ。あれなんだっけみたいなやってる。ういういしい。持ちながら喋る。もはや何の競馬の予想してるか。競馬の人。土曜日やし。できないからね。お前ちゃんとしてるやん。え、ちゃんとしてる？いや今あなた方2時に来ることが一番問題であって、台本がどうとか喋ることがどうもだいぶ手前やで。超大御所だよ。そうだね、この二人ね。いらっしゃってないんですみたいな。そうですみたいな。始まってんの？1時58分に到着だからね。だからね。そうですよ。なんかさ、結構うちらってさ、あの結構自分って、こういうのもなんだけど追い詰めちゃう部分があるんですよ。だから自分たちでもう余裕っていうのを、あの、あえ て, て演じないと結構ダメなんすね。あ、洗濯物乾燥機に入れっぱなしでした。ちょっと行ってきます。え、何急に怖いんだけど。どこまでほんまかが分かんないけど。目の前の乾燥機。急に思い出したの。やばい。洗濯物。ありがとうございました。ありがとうございました。20分も経っちゃったよ。いや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 、びっくりの、はい。ということでね、コロナ対策やっていきたいと思います。はい、だいぶと長いことコロナまでかかったな。まあでも局長がね、あの楽しいトークを、はい、あの繰り広げてくれたのと、はい、終わりのね、あの宣伝もできたので、確かに、うん、居酒屋リンのハロハロチャンネル、いい人たちだなって思われたんじゃないかなと思います。いや、なんかさ、新しい機械が足されてて、ちょっとおっしゃったんだけど、俺も気になってたけど、そうなの？何それ？わかんない。これ何？これは何だろう。あ、スタッフさんのなんかってやつじゃないの？スタッフさんを呼ぶためのベルだ。呼んだり、なんか合図くれたりするってこと？はは。これじゃ足りなかったのね。確かに。あ、それもそうやんね。こっちが呼ぶもの。そっちからこっちだ。そういうことね。はは、なるほど。どんどんどんできないもんね。確かに確かに、そういうもんね。なるほど。なんか1ヶ月ぶりだから、なんか新しいものがね入ってるね。誰やねん。見えてないからね、お客様にはね、はい、はい。じゃあちょっと番組始めましょうか、はい、コロナの対策いよいよ始めましょう。はい、いよいよね、大切なので始めますね、はい、コロナ対策について、はい、演者スタッフの検温を行っております。ごめんなさい、ちょっと噛んじゃった。あちがみしてない。換気50分に1回行っております。番組入れ替え時、スタジオ内すべて消毒してます。よろしくお願いします。鳥越あずり FM のスタジオには窓があります。緊急車両のサイレン、台東区の緊急放送がマイクに入り、お聞き苦しい点があるとは思いますが、ご理解ください。ということで、コロナ対策バッチリしてますよ、鳥越あずり FM さん。はい、はい、こちらですね、番組応援の会、会員募集中です。はい、はい、トリゴヤズリ FM のこの番組が好き。トリゴヤズリ、なんか今日おかしないか、イントネーション。どっか旅行行ってきたか、あんたら。いや、最近、うん、人と会ってないのかもしれない。まあ、な。確かに。という方に、はい、朗報です、はい。番組応援の会に入会することで、スタッフルームからの見学やテレビ電話出演など、あなたも番組参加することができます。なんと、詳しくはホームページより。はい、ホームページここに出ております。はい、出てないね。うん。はい。そして、こちらですね。ツイッターの方、そうですね、番組内の質問等は、はい、こちら生放送を送らせていただいてますので、はい、あのリアルタイムで送っていただければ届きますので、ぜひぜひ紹介しますので、はい、どうぞよろしく。アットマークアズパン FM です。はい、はい、よろしくお願いします。ということで、ようやく居酒屋リーのハロハロチャンネル始めさせていただいてよろしいですかね。はい、はい、始まるよってもうやれなくなっちゃった今のこの空気で。そうだね。そうね、いつもの感じで行きたくなっちゃった ね。なんかちょっとまあまあ今日は違う感じのオープニングで、はい、まあ、まあこれはこれでいいじゃないですか、はい、今日はちょっと僕から一つ告知がありまして、
はい、プロモーション今日はちょっと含みますけども、はい、プロモーション、はい、プロモーションちょっと含みますけれども、ね、お2人も蔵前で今度新しくね、キコリというね、カフェ&バーを、カフェ、あ、おわ、あ、おわか、バー、バーを出すじゃないですか。で、今日同じ、今日の9月17日ですよね、今日ね、はい、9月17日に今日オープンされたお店があって、はい、蔵前のちょっと裏通りではあるんですけれど、クレーン、はい、蔵前という、はい、僕もカバンとか革を扱う業界なんですけど、それの友達である鶴見さんという方がいるんですけれども、はい、その方が今日ちょうどオープンされてて、 この絵がインスタのアカウントなんですけれども、あ、鶴見さんだからクレーンの、そう、よくわかりました。クレーン蔵前という入り口があんな感じで、ちょっと中入っていただくと、おしゃれ、蔵前っぽい、そう、有名なチョコレート屋さんの並びですね、はいはいはい、はい、オルファの会社とちょうどチョコレート屋さんの間にあるんですけれども、防弾で、そうです、そうです、蔵前の4丁目21の5ですね。お隣さんあたりですかね。ね、何の、チョコレート、あ、チョコレート屋さんのほんのすぐ脇です、うん、横です、ちょっとまあ間はありますけれど、やっぱのれんかわいいな、かわいいね、かわいい、おしゃれなお店です、おしゃれなお店です、うんうん、でちょっと内装の写真もいただいてきたので、お、見たい、何個かご覧いただけたらとは思うんですけれども、昨日かな、昨日か一昨日ちょっとオープン前に写真を撮っていただいて、僕の方にいただいたやつを何枚かちょっとご覧いただいて、そうなんです、これがね、オープニングの時の入り口ですね。いい、こんな内装なんですよ、ね、でもちろん彼が作ってるその革小物なんかもありますし、自分で作ってるんですか、塗ったりはされてないと思うんですけど、はいはい、依頼して作られて、企画の方ですね、もともとは。で、ちょっと上に置いてある、マフラーとか使う、はいはいはい、今日これお借りしてきたんですけど、はい、これそれがこれです、スウェーデン軍のスカーフっていう、これはスウェーデンを覚えてたんですけれど、もうこの毛布がどこやったかなっていう、今日野中さんのあれじゃん、野中さんカラーだね、そう、あ、いいじゃん、いいじゃん、おしゃれ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 、ちょっとね、こういう感じで、あ、いい、あ、かっこいいっすね、かっこいい、かっこいい、うん、緑づいてないやでも帽子と、うん、めっちゃいいよ、ね、なんとなく、うん、ね、ちょっとこれ店内で落としすぎたんで、多分帰り買い取りって言われるんでしょうから、まあ、無理やと思ってつけちゃうんですけど、そうこういう軍物の払い下げのデッドストックだったりとか、こういう今僕がつけてるこのスカーフが1100円なんです、全部、はい、でこの毛布って言ったらブランケットだよね、なんでさっきシュラフって言えたのにこれ毛布って言っちゃうんだブランケットがこれもデッドストックなんで、もう今もう作ってないタイプですね、こういうちょっとボーダーで、どれぐらいの大きさなんですか、ちょっと広げる、あ、いや野中さんの説明で大丈夫です、うん、だいたい畳1畳ぐらいだと僕は思ってます、あ、うん、結構大きいですね、僕の思いではね、はい、畳1畳分1畳2畳ぐらいあるのかな、あのソファーにかけたりとか、一番かっこいい使い方なんかテントの中にね、引いていただいたりなんかするとめちゃくちゃおしゃれな感じな、テントとか言っちゃっておしゃれ、そうなんですよ、そうなんですよ、でもうちょっと何個か写真があって、あ、いた、で、あ、そう、これが財布とか小物類ですね、はい、でテディベアもあれ革じゃなかったかな、確か革で作ったやつじゃなかったかな、多分基本革屋さんのってことなんですね、革が、はい、革がすごく得意な方です、やっぱ蔵前はね、そうですね、この界隈はやっぱり革が多いですね、うん、こうやってまあ本当にポンと、本当住宅街だよね、あの辺ってね、住宅街のポツってあるような感じ、目の前公園ですもんね、そう、うん、ちょっと手前が公園の前がチョコレート屋さんだ、そうですね、うん、それよりちょっと浅草に本当何メートルぐらい、5、60メートルかな、歩いたところにこのクレーンがあるんですけれども、うんうん、本当にかっこいいお店で、なんかまあ鶴見さんと今日朝お話してきたんですけれど、あのコルクってあるじゃないですか、はいはい、あのコルクの木の皮を売ってるんですね、はいはい、何に使うんですか、2、3000円だったと思う、まあ、3、4000円かな、2、3、4000円かな、でこれぐらいのサイズ感で売ってて、はい、それに例えば植物を植えると、はい、その中からちょっと植物が生えてるような感じで、それに穴を開けて壁に吊るしとけたりとか、そこにまあ霧吹きで水をやったりするんでしょうけど、なんかそういうちょっと面白い
僕なんか初めて見たこともなかった。とかアイデアがすごい。アイデアがすごいなと思って、うん、いやそれ持ってくって言われたけど、ちょっとなそのコルクの皮持ってきてても、うんうん、どうっていう感じやんか、やっぱり説明するのが僕やったら、うんうん、だからちょっとそれはいいですって言って、ちょっとこうね、あのかっこいい軍物のこういうのをちょっと今日お借りして、うんうん、で今日が本当にオープン日なんで、本当鳥越アズリFM聞いてる方、あ、聞いてるよって言ったらなんかっていうのはなかったんですけれど、はい、まあまあまあ、ありがとうとは言ってくれると思います、なんか買ったら、うんうん、はい、でも本当にかっこいいお店で、一度見ていただけたらね、僕らの業界の商品なのですごくいいものですから、作り込みもすごく、うん、そうですね、もうしっかりしたものなんで、長くお使いいただけるものばかり置いてらっしゃるんで、うんうん、ぜひともこの蔵前浅草橋浅草界隈の方ですね、もう台東区の方は一回行ってください、とりあえず、うん、革製品でやっぱすごい多いですね、この界隈、ね、この辺はやっぱりね、本当にそれに携わってるかね、表で僕らみたいに売ってる方じゃなくって、うん、やっぱ作ってらっしゃったりパーツだったりとか、その本当にね見えないところの芯材の会社だったり、うん、金具の会社だったりっていうのは本当星の数ほどあって、すごいいろんな色あるね。そう、この財布可愛かったですよ。可愛いですね、めちゃくちゃこの財布可愛かったです。そう、こういう壁にしてあって、2ヶ月は言い過ぎかな、1ヶ月半ぐらい前から結構内装、ここも結構ご自分たちで、あ、多分そんな感じしますもんね、はい、やられてて、僕このお店の前を通った時にたまたま見つけて、おーっていう話で今日の話になったんですけれど、うんうんうん、結構軍物の金具だったりとか、うん、そういったものも置いてて、ちょっとね男の方でマニアックなものが好きな方なんかはたまんないんじゃないかなっていう。なんか全体的にちょっとスタイリッシュですね。そうですそうですそうです。いやこの棚とかすごいな。かわいいよね、なかなかね。この有効ボードなんかもうまく使われて、あ、この右に映ってるのがコルクの木。これにこう草が生えてたんですよね。お店に行ったらちゃんとその草が生えてるやつがあるんですけど、うんうんうん、これに霧吹きで水かけたりとかして、そうやって草が生えてそのままこう飾っておけるっていう、お家にちょっと置いたりとか、すごいですね、かっこいいんですよね。よければね、この後時間あればこのお二人も一緒に行ってもらえたらなと思ってますんで、ぜひともちょっと蔵前界隈でチョコレート食べがてらがてらでも、まあまあね、まだご存じない方も多いんで、まああの辺本当におしゃれなお店多いから増えてます、増えてます、すごく、はい、ああこれね、すごい、これ持って行ってって言われて、これちょっとなんぼなんでも抱えてここに入ってくるんで、これがコルクなんですか。コルクなんですって。持ってないから僕も分かんないんですけど、多分軽いんでしょうね、コルクですからね、まあそうでしょうね、すっかすかな木ですから、うんうん、だからこれやったら壁にこうやってちょっとかけといてもそんなに重くないので、コルクってそのままの木なんすね。木やねんね。私なんかああいうの砕いて丸めた系なのかなと思ってましたけど、 あれは砕いて丸めてるやつです。あ、そうなんですか。ボードとかになってるやつ、ね、ワインとか、そうそうそう、あ、ワインのボトル栓はあれはあの形で切ってると思うんだけど、ボードになってるやつとかは一回砕いてそれを樹脂で固めてるんだと思います。ね、あんな形で成形できないんで、もともとからね、うんうんうん、そういう感じだからちょっと面白い。あの下に映ってるのがちょうど今日のこれですね。これ値札見えへんよな、大きくしても。どこの国のやつやったっけな、俺さっき聞いたのに、あー全然見えへんわ、全然見えへんわ。多分笹は下の箱がすごい気になってると思う。かっこいいでしょあれ、めっちゃかっこいい。多分あれ軍の、それあれもデッドストックなんやと思うんですよ。え、その何、軍のって、例えばヨーロッパの何々軍、チェコ軍とか。え、それを何ですか、仕入れてるの。仕入れてらっしゃって売ってらっしゃいます、ここ。え、ああいうカバンとかは趣味でみたいな。いや、自分で依頼して作ったやつを並べて売ってる。でそれ以外にこういう仕入れ物で、こういう軍物のデッドストックだったり、コルクのそういうさっきのものだったりっていうのを仕入れて売ってらっしゃるんですよね。なかなかだからちょっと男の人で結構こういうこだわりのものが好きな方は一度覗かれるとちょっとハマりそうな沼系のもの多いですね。あー、かっこいい。はい、かっこいいものが非常に多く、沼だね、沼だね。インスタのアカウントの QR コードこれになるんで、番組見られてる方はちょっと自分の携帯で見てたらこれできないですけど、ささちょっとフォローして、ちょっと待って、低速なんですよ。私も低速なんです。なんでやねん、うん、一応ね、こういう感じでね、お二人も蔵前
ですから、まあ蔵前つながりで、うんうん、ぜひちょっと仲良くしていただいて、はい、ぜひぜひ、クレーン蔵前です、ね、クレーン、そうですね、アンダーアンダーの蔵前ですね。たまたまお話してた、まあ、今日僕も放送でちょうど今日がオープン日だったんで、うんうん、ぜひともじゃあ紹介させてくださいっていうことで、もうずっと検索中ですね。なんかクルクルしてんな、まあ、そうそうそう、いいんじゃないですかね、はい、まあでもおしゃれなお店だから、おしゃれなお店なんで、うん、本当ぜひ Wi-Fi つなげれば、うん、Wi-Fi、 いやいやちょっと待って今番組中ですけどあ、 Wi-Fi あるじゃん、うん、 Wi-Fi あるけどね、あのゲスト用の Wi-Fi が、この後行けたら行ってみよう、はい、インスタのアカウントのあのプロフィール画面になりますんで、あ、でも意外とあれですね、閉まるの早いんですね。そうですね、あの事務所兼という形で営業されるの で、ね、基本的にその営業時間は多分我々の、ね、事務所的な営業時間でやられるんだとは思うんですけど、定休日月曜日火曜日、あ、でもなんか革製品のお店さんって月火休みの人多くないですか。そう、うん、なんか、なんでやろ、うん、この前知り合った革の社長さんも月火休みだったな、はい、あ、そうで、浅草橋とかの飲食店は月曜日休みめっちゃ多いですね。日月休みが多いですね。あ、日はな、仕事してある人少ないからあれやけど、だからこの辺もあれなんすかね、月火休みの方が多いんですかね。そうかもね、まあね、皆さんがお休みの土曜日日曜日なんかはずっとオープンされてるんで、まあそうですよね、観光地みたいなもんですからね今、まあね、今本当に浅草だけじゃなくて浅草から浅草橋までのこの蔵前も通過したこのエリアってものすごいおしゃれな店が、川沿いだけじゃなくてこの江戸通りのこっち側っていうから、ね、何側、西側か、西側にも出来上がってきてるんで、ね、あのデートスポットにも当然なってるでしょうし、これは本当にね、ちょっとお知ってんなみたいな人はこういうところ行ってもらったら、ちょっと彼女からの株も上がるんじゃなかろうかという、ぜひ、はい、ぜひぜひちょっと行ってみたいですね我々も、ぜひここはお願いします、うん、まあインスタつながりでね、いよいよ徐々に内装もできてはねえか、まだできてはないですけど、徐々にあのオープンに近づいてきている木こりですね、木こりさんですね、はい、この後貧血で倒れましたっていうダンス動画もありましたけれども、はい、まあまあこれじゃなくストーリーでも何度もね、ストーリーでは何度もね、腰を故障されてる方も映ってましたし、はい、はい、亀のようになった方はねいらっしゃいましたね。ちょっとこれ出してほしい。ああ、なるほど、じゃあ今 LINE してください。ビフォーアフターで、はい、ビフォーアフターで、はい。いやなんかね、やっぱりね、何が一番きつかったかって、はい、体的に、はい、解体ですね。発輪ってやつかな、壁を剥がしたり、あ、壁剥がしたり、はい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 、天井剥がしたり、はい、でやっぱりその、まあ、蔵前ね、皆さん知ってる、はい、多分ご存知の通り、うん、やっぱもともとあった古いビルが多くて、うんうんうん、うちもね古いビルでやらせていただくんですけど、うん、やっぱ古いビルってまあ、すごい土台しっかりしてるんですよ、はい、鉄骨だったりとかコンクリだったりとか、うん、その土台はとてもしっかりしてるんですけど、うん、やっぱ中の内装だったりがやっぱね、木造だったりするので、うん、やっぱその剥がした時のまあ、あ、ありがとうございます、はい、うん、ほこりとか、うん、やっぱバツアヌさんだそうです。バツアヌさん知ってます。みんなは仕事何してるん、どういうこと、どういうこと、違う、俺これがバツアヌさん、バツアヌって国の名前かと思った。バツアヌさんって人の名前ですね。あ、松原さんから多分あれですよね、ツイッターが届いたんですよ、ね、あ、なるほどなるほど。みんなは仕事何してるんって来ましたよ。なんでしょう番組名居酒屋凛ですよねそうなんです。そうですね、お二人は基本ねその飲食をメインで、うん、バツアヌさんにご説明するんですけど、はい、私と、まあ、一番左端の笹は居酒屋をもともと経営していて、はい、で今ちょっと次の業態としてカフェオアバーを蔵前に出そうとしてる、うん、まあまあまあ経営者といえば経営者ですね。そうですね、経営者です、経営者です。で
真ん中の野中さんは、はい、まあ、ゲストなんですけど、ゲ ス,、ね、ゲストなんですけど長らく出てるゲストですね、はい、もともとお客さん、我々 の, あの 店, の、ね、お店のお客さん で,、はい、でまあ、仲良くなったことをきっかけにして、はい、でまあすごいねおしゃべりも上手だし、あの月一で固定のゲストで出ていただいてるんですね。で 今ではもう我々が、まあ、あのメイン MC として MC なってるの、あのお願いしこらこら我々がゲストという形でそうだね、私一人で始めそうな、まあ、冗談ですけど、まあ、そんな感じで、あの野中さんとやらせていただいて、野中さんはあの何者かというと、何者ですか？カバンの営業マンでございます。そうですね、はい、まあ、これそれこそね、この界隈が多い方々が多いんですけど、はい、なので、まあ、革製品だったりとか、はい、まあ、そういうものの方のやっぱりお知り合いが多くて、はい、で今日 の, あのご紹介した、ね、お店クレーンさんもそういうお店なの で, つ な, で、ね、つながりが、はい、そういうつながりが多いですね。そうなんです、そうなんです、うん、って感じです。お答えになりましたでしょうか？ありがとうございます、バツアムさん。はい、ということでね、順番を追って、はい、木こりはどうですか、進捗具合というのは。ですね、皆さんもねちょっと聞きたいとは思うんですけど、4階、まあ、木こりのビルって4階建てなんですけど、はい、透過ゴムの裏側にもう一部屋あるんですよ、はい、そこの部分をずっとちょっとやらせてもらっていて、はい、で写真送ったの行きました？そう、もうなんか結構ねヘビーでしたね、うん、4階、うん、4階一番ヘビーでしたね。一番ヘビーでした。4階から手つけてたよね、うん、あ、そうです、ね、そうです、うん、で次1階行きますね。はい、2、3飛ばして、はい、はい、次1階行って次2階行って3階一番後回しですね。うん、まあお店とする用途的にも、うんうん、はい、あの1、2階吹き抜けなんですね、木こりは、うん、なんで、まあ、1階、まあまあ、メインの店舗になる、で、うん、2階もまあ店舗なんですけど、うん、まあ、3階はまあちょっとね休憩室として、休憩室だったりとか、はい、まあ、団体さんのね、まあ、ちょっとしたこうミーティングだったりとかに使っていただけるかなっていう、うん、はいはいはい、うん、っていう場所でにしようかなと思ってて、で、うん、あれ写真送ったんだよね。送った、うん、待ってくださいね、うん、送った画面で説明しようかな。ちょっと待ってねって言ってるよ。そうで、まあなんで4階が大変だったかっていうと、うん、まあ我々ね壁紙とか、まあ、今まで貼ったこともない。まあまあそうだよね、うん、あ、これがこれが一番最初の状態です。そう、ビフォー。そうです、ビフォーね、ですね、うん、でこの次に最後に送った写真いいですか？で押し入れとかもねあって、もう本当に古い お家だね。じゃあお家として使ってらっしゃったのかな、うん、多分あの従業員が住む、ね、多分そういうことだ、ね、お部屋とかに、はい、多分わこちらこれそのさっきのやつの解体後ぐらいな感じですね。そうですね、天井を外したんや。天井を外させてもらったのがちょっと断熱材っていうのが、はい、通常天井に入ってるんですけど、こちらがちょっと古すぎてガタガタで、なるほど、こう入れ替えなきゃいけないっていうのもそうですし、天井自体ちょっと最初の写真写し忘れたんで、うん、もうないんですけど、うん、結構弱かったんですよ、うんうんうん、でまあいつあまあちょっと見えるぐらいですけど、うん、ね、まあ、白いよくある天井なんですけど、うん、まあ、ここをちょっと張り替えなきゃみたいなところもそうですし、雨漏りが結構あったんで、うん、屋根の方もちょっと登って修理させてもらったんですよ、うん、ですご、うん、この状態にしまして、うん、その次がピンが写ってる画像でん、あ、次ですね、その次に来た画像ですね。あれマッサニがなんか塗ってる画像あります？木を塗ってる画像です。木を塗ってる？そうですね、この状態から、まあ、天井一回これ梁って言うんですけど、骨組みの部分ですね、うん、ちょっと放置して壁に、これ壁が変わったの分かります？もう全部あれ何ボード、そうです、石膏ボードって言うんですけど、石膏ボード貼らせてもらって、うん、今これピンは天井板となるものをオイル塗ってるんですよ。はあ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 、なるほどなるほど。そうですそうです、天井の板に使うものをオイル塗っていっての、うん、ところがですね、これ裏だったんですね。これ裏だったんですよ。
これ全部この面を塗ったら逆だよって言われて、あの大工さんに、はい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 、あれやんみたいな。でそのオイルステンですよねこれ多分ね。そうですそうです、はいはい、その次があのさっき出た途中まで天井が張ってある画像いいですか。あーこれが断熱材ですよね。そうです断熱材と、ね、あの板途中まで張ってる模様ですね、はいはい、からの、まあ、あの押し入れとかどかせてもらって、うん、最初のところ結構広くなるように。なるほどなるほど。 で次にちょっとすごいなここまでやったっていうのが、はい、真下があの四つん這いになってる写真どうぞ。はいこちらですね。あこれまだ腰言わす前、やってますね。いやもう腰ぎっくりです、うん、あやっちゃってるからこういうしてんだ、はい、もう這いつくばる作業でお願いしますだったんで、カメオンリーになってたんで、はい、ただまあこの天井も一枚一枚貼らせてもらって、天井出来上がってるやん、ライトもかっこいいのついてるやん、はい、うん、おしゃれ。こちらの部屋、まあ、しばらくはちょっと支えの休憩室になるんですけど、なるほどなるほど、はい、まあ、ゆくゆくちょっとサロン系か何かを、なるほど、4階部分でやるのかなっていう部分でそれをテーマに作らせていただいた部屋です。はい、ここがやっぱ一番重かったですね。だね、これは大変だわ、上も下もだからね。で、あの石膏ボードの上から我々壁紙貼ってるんですよ自分らで。そうです、あのあれ粘着付きのやつで貼ったの。いや粘着も入れたの、糊付けから付けして、していやそれは大変やわ。あの壁紙をいただいて知り合いから、はい、無料でいただいたんで、やっやったーと思って、やったーとは思ったけどね。プロ仕様のやつやね。あ、そうですそうです。なんで塗り仮名塗ってない状態ね。塗ってないやつやね。うん、あれ今大工さんなんかあの塗るためだけの大きい機械もあるじゃないですか。そうなんですよ。ホームセンターにあったんですよ。そうそう。うん、コータ分けちゃうよなあれ。買えないですよ。買えないよな。はい、な多分あれはプロの人しか持ってないと思うけど。うん、でもなんだかんだこの材料費だけで言うんだったらこの部屋、はい、多分15万円ぐらいかなって。素晴らしい。安いですよこれ。DIY、うん、で。頼んだら、まあそれこそ頼んだらもっといきますよ。150からそれぐらいはしますよ、はい、安くても。まあでも材料費だけなんですけど、この部屋を作るために買った工具はそれ以上してますね。だろうね。あまあでも工具足しても30ぐらい30ぐらいです、うん、そうですね、はい、それでも5分の1ですよ、プロに頼んだから、はい、まあまあね腰いいよ今日多いっすね。ありがとうございます、はい、そんなに皆さんからコメントをいただいて、おビル一棟狩りとかすごビル名変更すればいいやん、大工もできるんや。そうですね、まあ、大工がやってる居酒屋と言ってもいいぐらいですよね、はい、居酒屋リーマね。もともとできないですよ、もう全然。もともと大工やったんちゃうん。やっちゃいますよ。ちゃうんかちゃうん。もともと大工とかもう全然できないですよ。スタートはお姫様です。もうこのひこりの内装が初ですよ、はい、初です。で初めてですね。まあ、あの YouTube しかり、まあ、知り合いの大工さんしかり、うん、もういろいろ学ばせていただいて、アドバイスいただいて、ね、頑張ってる、はい、あの身を粉にして頑張ってる。本当だよねこれはね、はい、やつですね。ビル名なんですけど、うん、あのもともと、まあ、10日ゴムって出てる集英社、集英社さんのビルなんですけども、はいはいはい、今回我々が入るとともにビルオーナーさん変わりまして、うん、あのビル名自体は龍泉蔵前ビルとなっております。なるほど、はい、ただまあお金がないので、あの看板変えられないんですよ我々。なるほど。なのであのよかったら看板変えてあげるっていう方いましたらそうですね、ぜひぜひ募集してますので、スポンサーどうぞどうぞ来てください。あのこの看板を変えたいっていう方そうですね、はい、ぜひ確かにお願いします。ただ、ね、あのうちらも意外とあのレトロなんで意外と気に入ってて、気に入ってはいるんです。ああのまあまあでもね、はいはいはい、気に入ってはいるんですけど、まあ、確かにあの前の方の会社名入ったままなので、何十年もあるビルの看板だよもんね、はいはいはい、これね、僕も昔から60年ぐらいかなと、昔からこの看板はよく見て歩いてましたけど、はい、はい、ぜひじゃ あの一緒に看板変えますっていう方いましたら、ぜひぜひ。変えてもいいことにはなってるの？大丈夫です、何やっても OK いただいたんで、今回の新しいビルオーナーさんに。へえ、じゃあスポンサーの方が半分使って半分じゃあ木こりの、OK、です。あれをやることもできるんだ、はい、あそれね、スポンサーの方とかいいじゃない。あの住所が蔵前 2-2-3 なので大通り面なので、よかったら、間違ってたけど今のはオーテル合ってます。合ってるね。 2-2-3 です。 2-2-3 は決定です。決定です、うん、はい。なんか違うところに荷物届いてたからね、はい、蔵前 2-2-3 です、はい、住所は、はい、なるほどなるほど。じゃあもうだいぶ、まあ、前には進んでるんやね。そうですね。なるほどなるほど、
まだでも予定まではちょっと難しいね。難しいですね。これからまあネットだったり配管だったりっていう、ネットもないっつってたね。はい、でそっからまあ冷蔵庫冷凍庫と設備系をやって、はい、そっから内装に最後、まあ、4回やったのと同じようにまあ天井だったり壁だったりっていうのをやっていくので、まあまあまあでも自分たちでね作ってる楽しさっていうのはちょっとまあ、ね、居酒屋リンの時もまあちょいちょい作ってましたけど、居抜きだったんで、うん、まあやっぱ楽しさのレベルは比ではないですね。そのできてく達成感っていうのは、はい、うん、やったで俺らみたいな感じだね。そうそうそう、あ、できた時の嬉しさはひとしおやろねこれね、うん、そうですね。いやでもね、まあまあこうやってちょっと番組内でちょっとずつそのできる感じをね、はい、皆さんに見ていただけたら、皆さんに愛していただける店にねどんどんなっていくんじゃないのかなと、はい、よかったらあのインスタの方フォローしていただけると、そうですね、はい、こちらの、はい、QR コードの方も、いやでもだいぶ増えたねなんか、はい、あ本当だ増えてるじゃない、ちょいちょいあのストーリーなどとかであの進捗状況、うんうん、ね進捗状況こちらが QR コードになってますんで、はい、はい、投稿できるときは投稿作って、そうですね、投稿するんでよかったら追いかけてください。ぜひとも皆さんの応援が必要になっておりますので、うん、ぜひともよろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。そろそろお時間となりましたんで早かったね今日。来週やる？やります。あ、やるね、はい、はい、じゃあ居酒屋リンのハロハロチャンネル来週もまた見てね。はい、お願いします。